お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのネクネクゴーレムデッキね、紹介していきたいなと思います。ちょっと新型のね珍しい形のゴーレデッキを使ってるプレイヤーがねいました。バグっていうね、海外のこう、よくデッキを作るプレイヤーなんですけど、その方がね、このデッキを作っていて、なんとね2つのアカウントですね、でマルチ上位ね、行ってまして、なんかネクネクゴレ珍しいなと思って今日はね、紹介していくんですが、ネクネクゴレって言ってもネクロがいないんですよね。マザネクとダクネクっていうね、なんかちょっとかわいそうというかね、ネクロがね、どうせならネクロも使ってあげてっていう、若干ね思うこともあるんですが、今ネクロはね正直そんな強くないんでね、もうダクネとマザネクはめちゃくちゃ強いですね。でどっちかがやっぱこうポイズンとかファイボでね対応されると、そのどっちかが生きてくるっていうね、ゴーレムなんですけど、そういったファイボ枯渇または、ポイズン枯渇を含んだ、ゴレですね。基本的にもうゴレダクネ組めばいいと思いますね。ゴレダクネ組んで、あとは祈りじゃないんですかねと思うんですが、ダクネがなかったんでね、こんな感じでちょっと今苦しい感じになってますが、そこそこにゴレが入りそう。よいしょー、ボムタワーでしたね、相手が。で、ボム、待って、やべ、待って、最悪、縛られてきた。待って、ええ、やば。ちょっと待って、えやば。ちょっと待って、今、エリババ追加したんですよ。相手が、結構、ナイトとかスケとかを、バンバン咲いてて、陸受けがね、そう、絶対きついじゃんと思って、エリババを追加した気持ち的には。いやマジちょっとそんなことあります、やばいやびっくりしたね、脳死でというか普通に、マジか。これ今の、やっちゃったっすけど、ちょっとね、そういうこともやばっ、びっくりした。何でも煽りとかでも何でもないんでね、ただの事故。さあ、ゴレダクネ組んで本当に追加エリババ、それだけでね、もともとデッキパワーあるんですが、マザネクいるので、追加のマザネクとか、いろいろね、その辺できれば熱いかなと思います。これも無視でいいと思うんですよね。6コス捨てたしな。いや、あの6コス持ってね。で、ボムだったからな。ボムにライト打てば突破できそうな気もするんだけどな。ここ、ライト打たなくてもいいですね。ベビドラからのとかでもいい気がする。さあ、からのエリババ追加ですよね。いや、これがね、強いんですよね、今。マジで。で、相手のね、あれ、ファイボとか打ったら、マザーネクとか追加してあげてね。で、ゴーレムもなかなか止まらない。エリババも止まらない。いや、これがね、強いんすよね。で、これ、そう、ちょっとね、折れてくれないと怖かったんで、ダクネとかもね、ちょっと無理やり、もう一回いっちゃった。ネクいい味出してますね。やっぱ、どっちかが滑りでいかれても、やっぱ、どっちかが生きるので、とか言ってると、エリババがやっぱ強すぎるんだよね、みたいな感じで、シワライトしたんすけど、してなかったら、あのタイミングで折れてましたね。で、してはいるものの関係ないですね。もう、カードパワーが違いますね。さあ、そんなわけで、ゴレだけで組んで、エリババ追加するなり、マザネクなり、ベビーなりって感じなんですが、この LSP なんですよ。この1コスの枠がね、LSP っていうのもちょっとこう、特徴的なところがあって、そう、普通エリババいたらヒースピでいいじゃんってね、僕もすごい思ったんですが、このデッキはねトルネとライトニングしかないんですよ。タルババというかね、ウッドとかノックバック系がないんですよね。これはゴレデッキが基本的にそうなんですけど、あとはインドラのリセットとかゴレにエレキが入ったりとかはしないんですよ、基本的に。だから結構ね、この LSP がいることによってインドラだったり、あとはラムライダーを止めることができたりだとか、結構ね、そう、陰で活躍してくれます。で、これウッドでダクネ干されるのかな。いい防衛だ。これライトニングいらないんじゃねって思ったんですけど、マスケに打つぐらいならいいと思いましたね。ベビスイカでもよかったかもしれないんですけど、そう、今の大砲に打ってるとあれなんですよ、マスケがカウンターできちゃうので良くないんですよね。その2倍タイムまではやっぱ相手のカウンターが嫌なので、僕は2倍タイムまでは相手のユニットに徹底的にライトニングでいいと思います。ですが2倍タイム切ると、僕はねダメージをやっぱ稼ぎたくなるので、そうなったら普通にね相手の大砲とかにライトニングでいいと思いますね。
ていう、まあなんでタイミングをしっかりね見計らって LSP だけでいいですね。でまあまたゴレ展開してダクネ組んでホグが来たっすね。なんかいい感じの、ちょっと待って、えこれなんか俺ゴレまたなんかつかみ間違いがやべえな。今ゴレ俺の中では今ゴレなのよね。まあでも初めて出せばあんま変わんないかな。でも大砲とマスケとかでしばかれちゃうんですよね。なんでユニットとか追加しっかりしたいですね。あれあれあれまた入ってラッキーすぎ。俺今日の俺なんか俺はそんななのになんかラッキーでめっちゃ勝ててる。えでも待って、俺今もうタワー折ったと思ったな。いい受けされてるっすね。低めのユニットで、まあここは一応ファイボとかも警戒してね。さあ耐えたい、さすがにこれは耐えなきゃいけないですね。耐えてライトニング2発っすね。マスケにライト徹底して次のホグを守れば大丈夫な気がする。いやなんなら豚んおお豚チョコン、あなんでやね。さあイリババで耐える、でファイボが絶対来るんですけど、あれトルネで落ちるのかな俺。いやでもこれだけで強えな。で徹底してあのマスケさえ飛ばしてあげれば熱い、まあ、トルネ圏内でもありましたね。よしよしよし、まあみたいなね。ちょっとねあれ俺のプレイが全然イケイケではないんですけど、デッキがイケイケな分ね余裕で勝てますね。ねマザネクゴレの後ろ活躍すんのって感じですけど、まあゴレがねやっぱターゲット取ってる間に豚が大ダメージだったり、またこうゴレ例えばなんですけどゴレダクネでまあ相手の陣地に行ってゴレが爆破したら相手のタワーってダクネを攻撃するんですよ。でダクネが溶けてそこをまあ雪玉とかで綺麗に処理されたりとか、まあベビドラとかだったらもっと分かりやすいかもしれないんですけど、ゴレベビドラで相手のタワーに行きます。でゴレが破裂したらターゲットがね、ゴレの小型に行くんじゃなくて一瞬ね何て言うんだろうね、リセットされるんでベビドラに行くんですよ。そしたらゴレベビドラのベビドラからね処理されちゃうのが結構嫌なんですけど、そういったところで豚がねうじゃうじゃいてくれると光栄がより残るっていうのがありますね。そうゴレベビドラ、まあゴレダクネでも何でもいいんですけど、形作った時にマザネから出た豚が、ゴレが破裂瞬間にターゲットを取ってくれればよりね、光栄が残ってもうキングまで狙えたりだとか結構火力が出るので、まあそこそこに豚はね活躍してくれそうな気はしている。さあこれベビー追加したらライトとか来るのかな。おお相手がねゴレを守ってきたので僕も守ります。でこれがね LSP 活躍しますよ。相手のダクネも多分やるんですよ。うわー待っていやー待って耐えたい。いやもうちょっと耐えたかったよなうわすげえな、ゴレクロかマジか。まあこれ取りになるからいいんですけど、よいしょマザネク結構刺さるかもしれないですね。今の相手のスケバレもですし、さっきのゴレのねなんかクローンたちにマザネク使ってもよかったかもしれないですね。さあゴレクロです、ゴレクロ、ゴレクロ落ちてな、ゴレクロ、まあゴレ一本折られていいのかな、これ折られたくないのかな俺からしたら。どうだろうな、ベビードラいましたねゴレクロに。ベビードラスケドラってなんかちょっとレアじゃないっていう形かな気がするんですけど、まあまあまあお互い一本多分折れますね。からのですねスケルトン部隊も無視でよくて、あれはなんかエリババとマザネクとかなんかマザネクでいい感じできる気がするんですよね。うんでこのマザネク守ってあげたいんだけどな本当は。ごめんね守れなくてマザネク守ってあげたかったんだけどな、守れなかったな。さてビビドラのダメージくらいはいいとして、これいやーちょっとだけ負けそう。ゴレで展開していけな。さあ一回ユニットから行こうかな。エリババ取るになるから多分守ろうと思えば守れるんだよな俺。でさあエリババ出してこれで相手のダクネとかもね OKOK、 いや耐えれると思う、絶対耐えてねマジで。でここ一旦もうトルネをね温存するっていう、どうヤンキーすぎ
しかもランバいるし、あ、これヤンキーでしたね。わ、待って、ゴレの下手さが出た。ちょっと待って、ゴレ最近よく動画で紹介してるのに、ゴレがね、そんな上手くないのが出ちゃったの、今。よしよしよし。いやー、あるぞ、マジでね。これもう鬼教養ですからね。いや、これこっちなんすよね。多分こっち行かれたら行かれたら嫌なんですけどね、ぶっちゃけ。いてよ。いや、耐えろ。耐える耐える耐える。熱い熱い。これ、ゴレでしょ。おい、ダックね、なんでそっち行ってんだよ。相手取れねえからな。で、ゴレでスケルトン部隊とか来んのかな。LSP だけしてあげてね。よしよしよし。よしよし。頑張れ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 。これ、いや、相手もなんか、いい防衛してるな。いや、このライトニング絶対いらんかったな。おい、ユニットからでよかった。待って待って。やべやべ。くるくるくる。マジでやだ。マジでやだ。ほんとに。クロン来い。いや、コンか。いや、で、これ、ゴレですね。あは、もう、マジか。これ、ちょっと待って。俺のプレイだろ。これ。これは、多分、皆さんがやったら勝ってる。俺以外がやったら勝ってますね。ほんとに申し訳ない。多分、こうね。思ってると思いますよ、皆さん。うわ、なんでラットこうやってんの？おい、なんで、いや、今の子やろってね、多分俺より上手いっすね、みんな、これ。いや、マジか。なんか、始まりにね、ユニット残ってると出したくなっちゃいましたね。よくなかったですね。出したくなるけど、あそこで、なんかね、ダクネとかエルボとか残ってて、出したくなるけど、あそこで、まあ、ケツゴレか、もう一回、後ろから多分ユニットからでいいんですよね。あの僕の最後のライトニングもいらないんですよ。別にもう一回ユニットからで組み立てればいいのを、なんか今日、なんか今日、呪われてるっすね。マジで。いつもこんなんならないんだけどな。ね、ちょっと良くないんです。今マルチ行ったらバカ沼りそうですね。トラゲもあともう少しなんで、期間が。あと1週間ぐらいかな。頑張んなきゃいけないので。ワンチャンこのグルもちょっとね、使ってトラゲしていきたいですね。よし。よろしく。いや、ちょっとね、気合い入れ直さなきゃ。やばい。ゴレダクネ作りたいですね。ゴレダクネ作れなかったら僕あんまゴレ展開したくないんですよね。さあ、というわけで、守ります。ディガーですね。ディガーか、オールブレイカーとか、あとはなんだろうね、マスケ。え？ちょっと待って。あれ、なんか合わせるユニットいねえんだよな。ディガー、マスケ、バルーンとかですかね、今だったら。ミリぐらいで可能性がありそう。え、ちょっと待って、コネリバはもったいないけど、まあまあまあ、バルーンかな。なんか前も動画内で当たってきます。いや違うな、バルキリーだ。バルキリーマスケ迫撃とかもあるし、まあバルーンの可能性もある。てかディガー、そうね、ファイボか、ファイボがピューン。いや飛んでこないとなると、となると、いや、これトレネでキング起動してもよかったな、ぶっちゃけ。ね。お、迫撃ですね。迫撃ディガーですね。バルキリーマスケスケで、まあ、よくあるのは、ファイボーウッドデリバリーとか、まあ、なんかそういう感じでね、結構いっぱいあるんですよ、スペルが。で、ポイズンじゃねえのが、まあ、救いなのかな。とか思いながら、いや、いい防衛ですね。で、デリバリーがピュッ、いいデリバリーだ。あ、でもあのコウモリが、あのコウモリが。で、エリババ追加とか、なんかどうなんだろうね。バルキリーだけど、ぶん殴れそうじゃない知らんけど、エリババへの信頼度がすごい熱いんですよね、僕。いや、ですよね。いや、強っ。ゴリラだなぁ。いや、ナイスナイス。まあ、ゴレがね、ターゲット取ってるので、その、バルキリーとエリババはもうね、1対2の状況なんですよ。で、まあ、女の子と男のだし、1人と2人だし、みたいな。もう、絶対エリババ勝ちますね。なので、ゴレの小型がいて、相手がユニット何もいなければ、エリババ投げとけば大丈夫です。さあ、もう、これ無視でいいですね。無視して、右側ブップで右側1本取りに行く、かつ、左側もね、ワンチャン狙っていきたい。こういうのはね、これでいいと思うんだよな。防衛迫撃もあんのかなって。これ無理っすよねって。で、ファイボでデリーが送る、そういうところを、もうこういうところで、いや、いらんかったか。いや、ライトニングは今日絶妙に刺さらん。でも終わるっすよね。よし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 。しかも一瞬コウモリにね、竹がいったので、こんな感じでベビードラが無双してる。
しかもなんならもう上落ちていく。で最後またね、ライトニングも回せば勝ちとね、いうわけで、いや強えな。これだけね組めば強いし、逆サイドもねなんか意外とマザネクでカウンターできるんですよ。これだけで組んで、まあ最後1-1になったとしてもマザネクで守って豚をいっぱい作りながら、さらにはね、攻められてきたサイドもカウンターできるというね、すげえいいゴレデッキがね生まれましたので、ちょっと皆さんにもぜひねこのネクネクゴレね、使ってみていただきたいなと思います。だけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。